スキーに関するお悩みありませんか？大阪スキー用品専門店のスタッフが詳しく解説解決、田辺スポーツお役立ち情報コーナー。本日ご紹介させていただくのは、最近流行ってきてますこちらのリキッドワックスについてご説明させていただきます。こちらのリキッドワックスは、簡易ワックスみたいな感じではあるんですけれども、そうではなくてパラフィニワックス、ベースワックスの代わりとして、使用していただける商品となっています。タイプは結構いろいろあって、こういった形でスプレータイプのものだったりとか、先にスポンジがついていってこう塗り込むようなタイプとかっていろいろあるんですけれども、まず使い方としては、初めにこのカンカンをしっかり振ってあげる。で、振ってあげて、スプレーのものであれば板にまんべんなくこうスプレーをしてあげる。それから大体15分とか20分ぐらい乾くまでそのままにしておいてあげて、ワックスが乾いたなっていうところで、こちらのコルクでしっかりこすってあげる。その後に最後仕上げとして、こちらのナイロンブラシでトップからテールに対してしっかりこすってあげる。これだけで今までですね、お家でアイロンを用意してワックスを溶かして、溶けたワックスの後にスクレーパーしてブラシしてっていうのをしなくても、同じぐらいの効果が得れるよというのが、ベースワックスのリキッドワックスとなっています。メーカーもいろいろなメーカーが今は出してますので、ぜひですね、今ご自身でお使いのワックスメーカーさんのパラフィンワックスのリキッドワックスっていうのを探していただいて、一度試してみてください。以上、リキッドワックスの塗り方の説明でした。